ニューヨークアーティストの太陽さんです。皆さんお元気ですか？今回はね、アメリカ西部の旅の最後、後編となります。目的地はアリゾナ州のセドナ。すっごく観光地ですよ。ネイティブアメリカンのね、聖地とかパワースポットとか言われたりしています。もしね、観光的な面で詳しい情報を知りたい方は、観光面でね、発信されている方もたくさんいらっしゃるので、ぜひ調べてみてください。僕はね、いつも通り、自分がそこに行って感じたことを、お話ししたいなと思います。セドナにはね、エネルギーのポイントのような、ボルテックス、日本語では渦という意味のものが、いくつかあって、あまりのパワフルさについた途端にね、具合が悪くなる人も、いるってね、聞いていたのですが、僕はね、場のエネルギーに多分ね合っていたので、体調はね終始、とても良好でした。セドナには、四大ボルテックスといって、こう大きなね、エネルギーの発信源みたいなものが、4つあるんですが、そのあたりではね、こう渦状にこう植物がね生えているのが印象的でした。あとね、セドナはモニュメントバレー同様ね、赤い大地なんですよね。とってもね美しいです。でね、僕たちはボイントンキャニオンの近くに宿泊していました。セドナのね、西側の方ですね。ボイントンキャニオンはね、さっき言った、四大ボルテックスの一つで、僕たちはね、往復3時間超えのハイキングをね、そこでしたんですよね。でね、ボルテックスからこう遠ざかっていくと、こうね、赤い大地がね、急に、普通のね、山の色味みたいなものに変わっていくんですね。緑とか茶色みたいな感じに。あれはね、すっごく面白かったんですよ。なんかね、もう人工的に区切られてるんじゃないかって思うくらい、分かれ目がこうはっきり分かるっていうか、ここからは赤土色と渦状の植物のね、生えたホログラムが見られるエリアですみたいな感じで、そう、なんとなくそのボルテックスの中だけ地球ではない感じがしました。なんかね、違う場所のホログラムがこう映し出されているような印象。あのね、細かくお話しすれば、いろいろね、セドナでのお話はできるんですが、セドナでやったことの内容に関しては、この回ではない時にね、やりたいなと思います。今回はセドナの回じゃないのって感じですが、実はね、アメリカ西部の旅でセドナはね、一番印象が、なんて言うんだろう、薄かったというか、メインがね、終わった後のデザートみたいな感じだったんですよね。ただこう、ゆっくりのんびり過ごしたみたいな感じ。でもセドナについて面白かったのは、ニューヨークにね、帰ってきた後だったんですよ、実は。そんなミステリー。以前ね、しおりさんというお友達のポッドキャストで、一度ねお話をしたことがあったんですけど、僕ね、毎日瞑想をねするんですよ。で、瞑想の時間がね、気持ちがいいので、こうやり始めたらね、自然と毎日やるようになってた感じでね、ただ静かにして力を抜いて自分とつながる時間みたいな感じで、そうで、セドナから帰ってきてから何日後かの晩にね、瞑想をしてたんですよね。そうしたら、こう自分がね、荒野の上をこう生身でね、飛行しているビジョンが見えたんですよ。とっさにそこはね、セドナって感じたんです。セドナの上空をこう飛行してる。で、飛行してると、あるこう湖のね、上空に着いたわけですね。
でそこからズボッと、湖の中心に向かって垂直にねこうダイブしたんですよね、うん、でそしたら湖の深部一番深い部分はポータルみたいになっていて、こう地球のね地下次元みたいなものに、繋がっていたんですよ。で僕はねそこに入って周りをこうね見渡すとすっごくねなんていうんだろう濃い緑が広がっていました。ジャングルみたいな感じもありつつ清流みたいなものもねせせらいでるような場所、うん、でその入り口に見上げるほど巨大なこう黄金のね大蛇がいたんですよね、うん、でもね一切怖いとか思いませんでした、うん、そうしたらねその大蛇が僕を持ち上げてなんかね巻いてくれたような感じだったんですよね、うん、でもねこうなんとなく抱擁に近い感覚でした。あったかいというか心地いい、うん、優しい感じで、そこでまあそのビジョンはね終わりでした。で、瞑想が終わってね不思議に感じたんですよ、うん、なんでかっていうとセドナって砂漠地帯みたいなところにねこう位置してるので湖がねあったのがなんか僕にはとっても奇妙に感じたんですよね。そこでこうセドナの近くに湖みたいなものがあるのかなとねちょっとね調べてみたくなったんです、うん、でそうしたらモンテズマウェルっていうのがね出てきたんです。巨大な泉ですね。で、ここはね、周りは乾いた場所でこうあるにもかかわらず、こう泉の底から毎日ね、570万リットルの水がこう湧き出てる、うん、とってもね不思議な場所だそうです。セドナって、ネイティブアメリカンのホピ族のね、グッズなどが、よくね売られてたりするんですけど、このねモンテズマウェルから、ホピ族はね出現したという言い伝えがあるそうなんですよね、うん、でそしてねそのホピ族というのは蛇をね自分たちと同じというかね家族のように思っているそうなんですね、うん、ブラザーみたいな感じだから彼らは蛇にねとても敬意を払っているというかね、蛇はホピ族の象徴であってホピ族にはねこうスネークダンスというね儀式があるそうなんですね。生きた蛇をこう口にくわえてこう踊るね雨乞いの儀式、うん、そうだからねいろいろつながってきたんですよでもまあこういう情報みたいなものって、ま、僕ね全く存じ上げていなかったんですよね。そうだからね次回セドナに行った時には、モンテズマウェルにねぜひ行ってみたいなと思っています、うん、でも瞑想っていうのはこう普段ね使ってる常識の範囲外に抜けた意識状態になるのでアイデアやこうインスピレーションっていうのはねやっぱり受けやすいですよね、うん、瞑想をこう日々ね取り入れながら暮らしてるアーティストとかねクリエイターっていうのは結構、いますよね、うん、スティーブ・ジョブスとかねビル・ゲイツとかもそうなんですけど、まあ、僕が好きな映画作家のデビッド・リンチとかアレハンドロ・ホドロフスキーとかねちょっとこう神がかったような作品を作る方はやってますよね、うん、僕はね3年以上前のある日瞑想をね突然始めたんですけど今ね2023年6月に来て瞑想はねやっぱり始めて本当にね良かったなって思っています、うん、普段使ってる思考の領域をこう超えたところで呼吸をするというかこうね時間を過ごすような感じなんですよね。だからセドナとかホピ族とかヘビがね結びつくようなビジョンを見たりするんですよ。
思考はね、こう過去の情報でできていますからね。でもその領域から出ると広がったところには実はね、すっごく面白いアイデアやね、なんかがわんさかあったっていうか、できないと思っていたものがこうね、急にできるじゃんってね、変わったりね、こういうね、瞑想という素晴らしい技術をね、人間ってもうすでに発明しているのにね、そう、ただだしね、使わないのはなんかもったいないなって単純に思います芸術にね、携わる人ならなおさらね、そう、今回はセドナでね、何をやったのかっていう話ではなかったんですけど、セドナに行ったからこそ、なんていうか、自分がやっていたことがより確信めいたものになった気がしたんですよね。ビジョンを見た後にこうモンテズマベルとかね、ホピ族とかヘビとかっていう情報として現れてくれたんでね。だから、パワースポットのセドナで何かがあったというよりは、そこに行ってこう自分の中にあったものがある種紐解かれていったような感覚を得ました。ずっと封印していたものが解かれた感じかな。そう、今回はね、とても不思議なお話だと感じた人もいたかもしれませんまあそうでもないかなそもそも意識の話とかはね、してるのでね。でもこういうね、こう夢や魔法のようなお話もね、そう、やっぱり多くの現代人は現実っていうものにあまりにもね、過剰にフォーカスをかけて反応して生きていると思うのでね、僕はまあアーティスト活動の中でやっていきたいなって思っています。そう、アート作品としてまあ抽出される場合もあると思うんですけど、やっぱりね、こういう感じで、まあ、声というか音として発信していく方が向いてるんじゃないかなって思ってます、ね。まあここはそういった実験の場でもあります。僕もね、以前は、まあ、これが現実ですっていう風に提示されたものにね、とらわれていたんですよね。すごく自分に力がないような気がして生きていたんですよ。選ばれなきゃやってはいけないとかね、選ばれた人しかやってはいけないことがあるとかね、勝手にそういう風に思い込んでいました。だから特にね、20代後半くらいからきつかったんですよね。そう、周りにはまあいろいろこう進展があって良さそうに見えていたかもしれませんがね、でも内心自分が本当に生きたい自分を生きられていないような気がしていたので、充足感が、あまりなかったかもしれません。まあ、あってもね、ある種の評価を得られた時だけ、で、そしてそれはこう時間が経てばね、またしぼんで、また足りないとかね、まだだってね、また思ってしまうっていうか。でもこうやって力を抜いて皆さんにね、感じていることを素直に、お話しできる自分になれて、別にね、こう大きなことはしていなくてもありがたさをね、感じられるというかね。だからこうやって今 YouTube という媒体を通してですけど、お会いしたことない人ともつながれていることがね、すごく嬉しいんですよね。なのでね、いつもここにね、お越しくださってありがとうございます。アメリカ西部の旅の最後は、思わぬね、意識の、魔法の旅みたいになりましたけど、まあそういうのもね、ここならではかもしれません。観光という旅ではない、ジャーニーみたいな感じでね ではまた次回ここでお会いしましょう。太陽さんでした。じゃあまたね。